もう11年目でした私、今年歌い出して。ありがとうございます。あんまり数えてなくて、気がついたらちょうどあの311をきっかけに始めたんで、それで計算すると11年目になってるから、まあ、こんなにね長く続けられるなんて自分でも思ってなかったんで、本当皆様の応援の賜物なんですけど、まだもうちょっといけそうな感じです。本当ですか、ね、ギネス頑張ってみます。でね、そんな感じで、で続いての曲は、オリジナル曲、これはねコロナに入って暇に任せて人に会えないので、あのその思いを作詞してみました。作曲がボンちゃん、作詞が進んで忘れられないサンセット、お聴きください。離れない。
夕日です。ちょうどね、おうちジムで走りながら夕日が見えてて、その時に浮かんだあの歌詞だったんです。どこ？どこ？歌の中。歌の中ね。あの人に。見て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 。あ、変えた。変えた。あ、変えた。変えた変えた。あれ前のやつは？ゴールド。前のやつは実はあれおもちゃだったの。だからピッチが悪くて、あの、ちょっと音程がね悪かったです。これメロディアン、鈴木メロディアン、ブンブンブブブンのバイクの鈴木。違うよ。違う。名前かわいい。違う。鈴木楽器ってアコーディオンとかハーモニカとか作ってる。ギターも作ってる。そうなんだ。バイクも作ってる。ハモンド日本じゃハモンドオルガンの名も売れるのは鈴木だけ。なんだ、走んないんだ。それ言ったら山田もバイクに乗っちゃう。だから香港に鈴木のドラムっていうのがあった、山田のドラムがあるから、ああいうバイクを作ってるメーカーが作ってるんだと思ってるらしくて、で鈴木のドラムって本当にあった。昔だけど。じゃあ次は本田だ。中国でやりたい。前より長いの、鍵盤の数も。ジェットログ。ちょっとこう目が見えないのね。頑張ります。はい、では聞いてください。オリジナル曲、シューティングスターです。Little darling, little darling.
Though it's breaking,
When they are proud and they